レベル1から始まる召喚無双をレビューします。白石新た確認よし。クソネタを最低限は見れるレベルにすることに定評がある人ですね。なおクソなロー界隈では一番マシであるのにアニメ化はなされていない模様。嫉妬心ムクムクムクな奴が多いこの界隈だと変に実力があると排斥されるからね、しょうがないね。まあ言うてマシってだけで面白くはないのでね。クソなローで一番のターゲット層である中国人に、うまくはまらないとやっぱ辛いねんな。あっちで転スラやら無職転生やらが翻訳された後、無断転載されて掲載されてその PV 数が日本の10倍以上を取ってしかも無断収益化されたという、日本のクソなロー界隈ですらびっくりのクソなロー味を醸し出していた事件などがあったように、やはりクソなロー読者の中でも日本の比較的マシな頭をしている層をターゲットにしていると、なかなかに辛いものがあるのかもしれませんね。まあ言うてこの人、著作累計300万部くらいあって、一般小説基準だと大ヒットも大ヒットのはずなんですよね。なお知名度。ここほんとクソなろう。クソなろう界隈だと多分ユスラくんとかナズナくんとかは累計1000万部超えしているはずですしね。下手するとナズナくんとかは1年で300万部くらいいっている説すらありますからね。でも普通の小説家と同じカテゴリに入らない関係で一般の知名度は皆無というね。それこそなろう系レビュー動画以外でこの辺の作者名とか聞くことないでしょ。そういうことですね。それでは裏筋から。うおおお。第4海底召喚魔法、人類未踏の奇跡、私は神を超えた、はぁ、やれやれ。俺は第6海底召喚魔法を使えるんだが、神を超えたって、ワロスわらわら、ソーレ四天使ガブリエル当然女を召喚。俺の目指す強さは人類未踏程度ではないんだが、たとえレベル1から始まろうともな、おろろ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 ろそうな、持ち味を活かせ、あえて最初の前語りでは省いていたのですが、本作のアマゾン評価ってゲロ低いんですよ。レビュー300件、星 4.3、レビュー付き3個、うち2つが星1というヤバすぎる評価であり、同作者の作品の中だとぶっちぎりで最低評価になっているんですよね。いやそれもわかりますけどね。だって明らかにクソだもの。いつもの白石新くんであれば、召喚魔法の上手い下手で生きるつまり他人の力で生きる俺ってすげえだろっていう、明らかなるクソ要素は排していますからね。さらに召喚するものがドラゴンとかの明らかな人材ではなく、ムッチムチ露出まみれの俺に好感度セックスの激強女になっているんですから、明らかにまともな作品から逸脱したクソみたいなキャスティングになっているんですよね。普段の白石新くんの場合、いじめられっ子のクソな老系主人公を踏襲しつつも、実力をつけたがゆえに心に余裕が生まれていじめられっ子に対する復讐とかはアホらしく感じて、逆に異様の魔物に襲われているいじめっ子を何の抵抗もなく助けるなどといったように、主人公に自分の実力に応じたちゃんとした精神性を持たせているんですよね。しかしながら本作はその力の拠り所が召喚魔法という完全なる他力本願になっているので、しかもそれが女なので絶妙に気持ち悪いわけですね。あまりにもクソの中身に大きすぎて、その内部までクソに汚染されてしまったのかとただただ残念ですね。こんな新くん見とうなかった。さてなぜこのような召喚いきり状態になったのかというと、それは少し前、都内某所において、スマホゲームのデータを勝手に消去されたことから始まったのだ。主人公の父は借金まみれであり、母親の死後は父親の友人だった人物に引き取られ暮らしていたのだ。他人やんけ、なおギフとなった男は資産家の息子であったらしく、莫大な不労所得があり、しかしながら主人公に対して最低限以上の支援はしないというスタンスであったのだ。さらに言うと自分をわざわざ引き取った理由は不明だぞ。最低限以上の支援はしないわけなので、生活費はバイトで稼ぐしかなかったのだ。まあ宿代だけでも浮くなら実際なんとかなるやろ。ついでに引き取られた妹だけが心の支えであったのだが、引き取られてから4年後、広大なオープンワールドであり自由度の高いマッシブリーマルチプレイヤーオンラインロールプレイングゲームスマホゲームのデータを勝手に消され、
しかも自分はそのトッププレイヤーであったのだが、なんとギフが自分を引き取った理由は、なんと主人公の父親に対する復讐のためであったのでこのようになったというのだ。とりあえず勝手に人のスマートフォンをいじってそのデータを消すのは普通に犯罪だからやめようね。トッププレイヤーってことは多分課金もしているだろうから、確実にその補填はしないといけないぞ。さてそんなスマホデータ消去の話をギフトしていると、突然異世界に飛ばされたぞ。ハウア、この光景は、まさかこの世界は例のデータを消されたゲームの世界なのでは、やれやれ、いわゆるな展開に、今の自分の身なり、俺は死んで異世界に転生したんだなやれやれ、ゲームの世界にいることを異世界転生と普通に捉えるのはちょっとクソなろうの読みすぎじゃない？やれやれ、俺の人生ついてなさすぎだろ。嘘だぞ絶対好きなゲーム世界だからほくそ笑んでるぞ。さてチュートリアルが始まったぞ。名前が登録されていないのでチュートリアル完了までに入力をしないと、データロスとつまり死亡するぞ。何そのクソゲー、どういう理屈？でもチュートリアルではクエストマーカーが表示されるから安心。でもうっかり、道を外れてチュートリアルのルートを外れてしまい強敵とエンカウントしたんだ。こいつ本当にトッププレイヤーなんですかね。やり込みすぎて序盤の地形を忘れたとかそういうの。スマホゲーだしいわゆるマラソンをやっているでしょうから最序盤は覚えているでしょうにねー。だがこのゲームはレベルよりもテクニックが重要なフロムゲーメイタ系のゲームであったので、格上でも普通に倒せました。スマホゲーでそのシステムは操作性云々でかなり厳しそう。さすがにタッチパネル形式でフレーム回避とかをできる自信は私にはないですねー。だが彼はトッププレイヤーなのでこのゲームの内容は全て頭に叩き込んでいるのさ。じゃあなんでチュートリアルで迷ってるんですかね。それに俺はこのゲームのことを最も詳しい。なぜなら、無課金だったからな。嘘こけ。マッシブリーマルチプレイヤーオンラインロールプレイングゲームで働きながら無課金でトップになれるわけねえだろ。前世紀のマッシブリーマルチプレイヤーオンラインロールプレイングゲームのトッププレイヤーのプレイ時間は1日24時間やぞ。場合により1日28時間だったりもしますね。さてチュートリアルを無視して敵を倒したわけだが、チュートリアル関連で死亡をほのめかされた割には特にそれを外れたペナルティはないそうです。が、ここでレベル15のクソデカカラスくんが自分の体を掴んで空に舞い上がったぞ。あかんこのままじゃ死ぬー。これってゲームと同じっていう体裁ならどんな敵キャラなんですかね。目的地に向かって歩いていたら空に連れ去られて別の場所に持っていかれるってそれクソゲーでは。さてレベル7のスケルトンくんは技術で倒せるがレベル15のカラスくんは技術で倒せないらしく、そのまま地面に落とされて死んでしまいました。ですが死にませんでした。これはまさか、チュートリアルゾンビアタックなのでは、説明しよう。チュートリアルゾンビアタックとは、チュートリアル中はゲーム開始前だから死亡によるペナルティが発生しないので、これを利用してレベルを上げるというマイナーなお遊び要素であるのだ。普通はそのまま始めた方が、経験値効率もいいので単純な縛りプレイなのだ。違うくない。だって君チュートリアル中に、チュートリアルルートを外れて敵を倒してたじゃん。フロムゲーでそれができるならラスボスも倒せるやろ。なお現在の自分は実際にレベルが2になっていました。ただのネタ要素だったこれだが、致命傷を負えば死んでしまうこの世界では超絶安全なレベル上げができてしまうな。はは、ラッキー。しかしここで大量のフレンド登録が飛んでくるぞ。これはまさか、俺と同様にこの世界に転生した奴らなのでは、やや、なんとその中に、俺の妹と義父の名前もあるじゃないか、思い、出した、転生前、俺たちは、義父の部屋で義父の復讐系の話を聞いていたがその時にマンション全体に爆発が起こり、その時に全員まとめて死亡したんだ。しかも直前に義父は廃課金をしたことによって、このゲームのランキング5位になっていたはず。無課金の俺は93位だぞ。トッププレイヤーじゃなくね。そういうことならば、俺は妹を守るために、まずはこの世界でレベルを上げてやるぜ。おろろ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 ろガバ&ガバ&ガバしかないその様はお前の唯一の個性であったはずの、クソなローいじりまともかの要素が一切見られんぞ。そりゃ低評価にもなるわこんなもん。
そもそもとしてゲームのシステムが適当すぎ、チュートリアル中は死なないけどネタ要素だぞ。なおチュートリアルルートからは外れることができるっておかしいと思わないのかよこれ。昔のお前なら絶対にこんなガバはしなかったやろ。変わっちまったな。新た、ただただ残念なんじゃ。あと途中で省きましたけど岐阜の復讐自体もガッパガバだしな。岐阜の復讐云々ですが、まあ大体お察しの通り、主人公の母親が初恋の相手だったのですがポットでの父親に取られて、僕が先に好きだったのにで脳を破壊されてドボジで金持ちの僕ちんに振り向いてくれないのおおおとなったことで資産家パワーを使って銀行に圧力をかけて主人公の父親の会社を潰して、借金まみれにしたら父親があっさり自殺してついでに母親も借金で過労死してしまったので、あいつの息子と娘を引き取って復讐したろ。っていう感じなんですよ。まあここまでなら、ちょっと変ですがわからなくもないのですが、なんとこの岐阜、主人公の妹を引き取ったのに、手を出していないんですね恐るべきことに。しかも初恋の相手にそっくりなんですよね彼女。これが初恋の相手を神聖視しているから手を出せなかったとかならまだわかるのですが、なんと岐阜が妹に手を出さなかった理由は犯罪だから、なんですよね。わけわからなくないですか。他人の会社に圧力をかけるとかいう犯罪上等のことをやっておいて、レイプは犯罪だからしません。ですよ、お前の善悪基準がバガバすぎない。散々金金言って言っていますけれども言動を見るに絶対童貞ですよねこの岐阜。っていうか銀行に圧力をかけることができるレベルで資産があるならもっと効率的に復讐できるやろと。そのレベルっていわゆるデスゲームを開催できるくらいの資本力ですよ。福本世界の金持ちレベル。あと父親の会社が潰れた後に普通に母親を引き取ってあげればよかっただけの話じゃねっていう。この岐阜の存在一つで無数のガバが内包されているので、こいつが作中にいる限り、ガバの螺旋から抜け出ることはできないでしょう。岐阜がいなくてもゲームの方がガバっているので、ぶっちゃけどうにもならないのですがね。とにかく昔の白石新太くんであれば、こんなクソガバは起こらなかったはずなので、クソに汚染された現在がただただ残念でなりません。ちなみにこのゲームへの転生ですが時間差があるらしいです。妹は252時間後に、現実世界で死亡してこの世界に来る感じらしいです。妹がこの世界に来る前に、チュートリアル周回という超絶まぞいレベリングなおチュートリアルルート以外にも行けるに挑む彼であったが、なんとここでプレイヤーキルによる死亡通知が流れるぞ。これではいけませんね。自分のジョブは召喚師なので、召喚獣を使いたいところであるのだがその召喚獣はガチャでのみ手に入るものなので、データを消された今は持っていないのだ。なんで無課金でガチャ前提のそのジョブを選んだの。さてここで新情報。チュートリアル中はルートに従って行動をしないと強い敵が現れるので、本来はルート通りに行く必要があるのだ。なお経験値は普通に入るので無視した方が良い。それって普通は倒しても経験値ゼロとかじゃないんですかね。というわけで終盤のダンジョンにやってきたのだ。ゲーム終盤にならないと入れないダンジョンであるが、入り方を知っていれば入れるらしいぞ。それってボスドロップのキーアイテムが必要とかじゃないの。というわけでレベル15のカラスには勝てなかった彼はレベル50くらいあるスケルトンには勝てるらしく、レベル50になって重要スキルを得ることができるようになりました。これ以上は雑魚では上がらず、ボスを倒さないと上がらないらしいです。そのレベル、なんと95、なお普通にレベル50の自爆技で倒せるらしいです。バランス調整クソすぎない、ぬわーん疲れたもーん、レベル72になりましたね今日はー。データ引き継ぎ転生勢はレベル99が普通だけどレベル72になったからよし。よしじゃないが、邪剣チュートリアルを終えましょうねー。ちゃんと99まで上げろし。飽きやすい現代人かな。ではチュートリアル終了宣言、名前が未登録です。これはペナルティで死亡ですね間違いない。別に死にませんでした。ちゃんと未登録だからと一旦止めてくれるシステムの鏡。するとこのゲームの運営事務室に飛びました。不正レベルアップにより経験値剥奪でしょうね。そういうわけではなかったようです。2ヶ月後に行われる大規模アップデートサーバーから、不正アクセスによるデータ削除の復旧を行ったので、
彼だけシステムがアプデ後のものとなり、またアプデ後最初のログイン者なので新コンテンツダンジョンに強制的に送られたのだ。何そのクソゲー、N 回目。仮に私が承諾なしにいきなりこれをされたら普通に切れるぞ。あと別に申請もしていなかったのだがデータ復旧をしてくれたらしいことによって、ガチャで手に入れた召喚獣が戻ってきたぞ。だが戦闘不能状態でした。街に戻らないと復活できない仕様なんだってさ。何このクソゲー。っていうか勝手にダンジョンに送るな。そしてザコとエンカウント、そのレベルは、なんとレベルキャップ解放後につきレベル105、さっき倒したボスより強いわー、かぁ、これをワンミス死亡で倒さなくちゃなー、かぁ、勝ちました。自爆技の直後に回復薬を使うことで連発できるんだってさ、何そのクソゲー。クールタイムもないとかバランス崩壊ってレベルじゃねえぞ、すると街以外でも召喚獣を復活できるスキルを得ました。要望に応えたアプデなんだってさ、だがここで運営から通知が来るぞ、アップデートの予告通知だったぞ。全転生者が揃った段階で、このアップデートを適用するということだったのだ。その告知を直後にするなら主人公を送るなよ。なおその告知中にギフはハーレムックスをしていました。童貞じゃなかったんだね君。さてゲームの世界ではあるしアップデートもある世界だがゲームの世界に住む住人はいるらしく、彼らはでかい魔物に襲われていました。きゃあ怖い。ゲームなのかリアルなのかどっちかにしてくれない。はぁ、やれやれ。だがこれくらいの相手なら最強とかした俺にとっては楽勝だぞやれやれ。というわけで主人公が無双して勝ちました。なおその強さは約最強らしいです。ところでアップデートがあるゲーム世界のこの世界にリアルに生きていて生活もしている住人であるが、なんとその世界でもお偉いさんの人もいるらしいのだ。彼はなんと世界最強の魔法使いであり、その実力はなんと第2海底魔法を使えるほどなのだ。なお主人公は第4海底を使えるぞい。というわけでこの世界でリアルに生きていることが明らかであるらしい。ノンプレイヤーキャラクターが弱すぎはロスト。ごく自然に見下しつつ薬剤級をボコリ倒すぞ。すると女が惚れました。いつもの。なんかこの世界のノンプレイヤーキャラクターが弱すぎることからなぜかこの世界がゲーム世界の100年後の世界であると。どういうわけか判断した主人公であるが、何やらここで不穏な気配、第二海底魔法を使えるお偉い魔法使いがなんと課金アイテムを身につけていたのだ。これによって主人公の魔法が防がれてしまった。一体この後、どうなってしまうのか。ああ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 あもうやだ。つうかお前がクソになるのはお前の勝手だけど、課金アイテムって風にオーバーロードを普通にパクってんじゃねえよ。ただのパクリならまだしも劣化パクリをしてるし、お前はそんなんちゃうかったやんけ。こんな白石新たは見とうなかった。もう、三体しろ。クソならまだいいがゴミになってんじゃねえ。パクってもちゃんと考えて劣化パクリにしなかったことだけが美点だったのに。優を失ったのか知らんが、ごく当然のように脳死劣化パクリをしていてもう見るも無残といったところでしょう。内容、クソだよクソ、ははは、ゲームならゲーム、リアルならリアルでどっちかに統一してくれ、混ぜているくせにリアルであるはずのそのゲーム内容もクソゲーってマジでどうなってんだよ。クソゲーのクソ要素はゲームだから許されるわけでクソゲーのクソ要素がある世界がリアルですわ。許されるか、こんなもん、ああもう最クソ。白石新た再クソ、ハッピーバースデー、クソ作家、総評ですが、見るも無残なチンカス、褒めるべき部分一切なし、けなすべきとこ無限大、ですね、本気でゴミですね。白石新ただからといってマシ枠で確保しておいた私に土下座して詫びてほしいです。クソな老作家がその名前でクソだとわかるように、マシな老作家もまた名前でマシとわかるわけですが、その構造すら破壊されたクソな老界隈にもう救いはないですね。本作の存在はそのものが、な老界隈のマシ枠に対する害悪ですので一刻も早くこの世界から消え去ってほしいですね。最後に漫画家ですが、まあ、うん。ガンガンとかであるうまいのか下手なのかわからない全漫画家の平均くらいですね。ただ女の子が半声で可愛くないので0点ですね。それでは今回レビューしました再クソ新た。
レベル1から始まる召喚無双、存在するだけで界隈の害悪なので買う必要はないし読む必要もないでしょう。以上です。ほな、また。